市村さんあたりを中心にペースもう少し上がってくるかなというところですね。市村さんは今季4分25秒台をマークしています。土田さんかなり逃げてますね。さあラスト 200m、 ここからが最後タイム出るか出ないかの瀬戸際です。名城の塚永さん来ましたね。さあラスト勝負、あ塚永さん強い。なんかフィニッシュタイマーがちょっと調子が悪いみたいです。そうですね、はい、ちょっとご機嫌斜めですかね、機械が。これあれですね、塚中さんは作戦勝ちでしょうかね。ええ、そうですね、中盤のですねペースが上がったところでうまくですね力を使わないでうまく上がって